この部屋か。どうしたんだい、シンジ君。一緒に逃げよう。ここまで来ればすぐに見つかることはないよ。本当にいいのかい。何か他に方法があるはずなんだ。カオル君も一緒に元の世界に戻る方法が。僕が消えなければ君たちは元の世界に戻れない。それは変えられないよ。だったらこの世界で生きていけばいい。二人なら冒険家としてやっていけるよ。僕も槍の扱い方上手くなってきたし。二人で冒険家か。それはとても素敵だね。怖いのかい、すべてを思い出すのが。カオル君は何でもお見通しなんだね。いつも君のことしか考えていないから、うん、僕も君の記憶から作られた存在だ。あの使徒と同じだよ。偽りの命、君が見た夢のようなもの。夢からはいつか覚めなければならない。そうだとしても僕はカオル君を助けたいんだ。君とのことは僕は思い出せないけど、今は僕が君を守らなきゃってそう思うんだ。君は本当に優しいね。さあシンジ君、君が決断しなくちゃいけない。君自身の幸せのために。カオル君。もう二度と誰も失いたくない。僕はカオル君のことも助けたいんだ。その決断で本当にいいのかい。構わない。ここは。シンジさん、急がないと遅刻するよ。遅刻？何に？学校だよ。急がないと。シンジさん、朝からどうしたの？なんか様子が変だけど。いや、その、何か大切なことを忘れてる気が。大丈夫かい？よそ見してて。僕の方こそ急いでてね。僕はカオル、渚カオル。君たちと同じ学園に通うことになった生徒さ。それで君は？碇シンジだよ。よろしく、カオルくん。これからもよろしくね、シンジくん。うん、よろしく。